はい、マスオ TV です。はい、これ皆さん覚えてますか？これ信じるか信じないかはあなた次第ですみたいな、こういうね、なんかよくね、都市伝説とかなんかそういうのをやる番組があったんですよね。あのハローバイバイっていう方たちがこうやってなんかね、なんかいろいろ都市伝説を言ってくれるんですけど、はい、その中でね、昔ね、フリーメイソンっていうね、なんか世界を牛耳る秘密結社、世界各地にロッジと呼ばれる支部を持つ、なんか秘密結社って呼ばれてるらしいっていうか、そういうものってなんかテレビでやってたんですよ。はい、例えばね、ドル、あのお金のドルなんですけど、そこにね、こういうね、あのピラミッドの上に目があるじゃないですか。これね、フリーメイソンのなんかマークらしいんですね。はい。はい、日本の千円札もこんな感じで、ちょうど透かすと後ろのね、富士山のところにこういう目がちゃんと来るようになってたりとか、はい、で、この富士山もね、この湖に映ってるのと上にあるの全然違うじゃないですか。これ実は富士山じゃなくて、そのフリーメイソンのシンボルな山、はい、山を実は上のやつは描いてるんだよ、みたいなね。なんかそういう都市伝説もあるらしいんですね。はい、で、フリーメイソンだった人で有名な人って言ったら、このね、ドイツの文豪ゲーテ、あの、音楽家、モーツファルト、あと、カーネル・サンダース、ケンタッキーですね。はい、あと、坂本龍馬、これちょっと違うみたいなんですけど、はい、あと、ダグラス・マッカーサー、グラスでいいんだよな、はい、とか、あとアメリカ大統領ほぼ全員そのフリーメイソン の会員だったって言われてるみたいです。はい、でそのフリーメイソンのマークがこちら、はい、これがフリーメイソンのマークらしいんですけど、まあこういうことをハローバイバイの席っていう方がこうサングラスかけてね、信じるか信じないかはあなた次第ですみたいな形で昔テレビでやってたんですよ。うわー、なんかうさんくさいな、まあ嘘なんだろうな、都市伝説って言ってるしぐらいにね、少年時代は思ってたんですけど、はい、それでですね、この前衝撃的な事件がありまして、いたんですよ、フリーメイソンの方、僕の知り合いで、はい、あ、本当にあるんだって思っちゃったんですけど、なんかね、その方はピンをつけてたんですよ、この胸のところに。で、そのピンどういう意味あるんですかって僕ね、思わずただの興味で聞いちゃったら、うん、これフリーメイソンのマークですとかいきなり言い出すわけですよね。フリーメイソンってことあるの？ね、思わずね、びっくりしちゃいまして、そっからね、フリーメイソンについて聞きまくっちゃいました。はい、まあ、聞いた内容はね、ぶっちゃけウィキペディアで調べていただければわかるような内容なんですけど、はい、フリーメイソンって本当にあるみたいですね。はい、よく調べると、なんか東京タワーの近くにそういうなんかロッジって呼ばれる支部があって、そういうところでね、なんかいろいろやったりとか、まあなんか日本各地にあるみたいです、フリーメイソンの。そのロッジって呼ばれる使者が、はい、なんかね、入会の時にね、ラテン語でなんかをね、暗記しなきゃいけないらしかったりとか、とフリーメイソンの方の推薦が2人以上ないと入れないとか、まあ、入った後年間結構ねお金かかるみたいな、そういうのもね、なんか聞きましたし、うん、なんかね、また他にもいろいろあるみたいですけど、はい、都市伝説でね、信じるか信じないかはあなた次第ですってやって信じなかった僕なんですけど、はい、本当はフリーメイソンいるらしいです。はい、日本にはね、会員結構少ないみたいなんですけどね。はい、アメリカだとかなりいるみたいですし、多分ね、相当ですよ、多分なきゃ無理なんじゃないのかなーっていう感じでした。はい、まあ僕無理でしょうね、確実にね。はいはい、ということでね、僕みたいにね、少年時代にあの番組を見た方、信じるか信じないかは、はい、あなた次第です。で、信じなかったあなた、はい、フリーメイソンは存在します。はい、ってことでね、なんか現実離れしたね、そういうね、秘密結社というか、まあ今は財団法人らしいんですけど、そういうところがあるみたいなんで、はい、皆さんも興味がありましたら、ウィキペディアかなんかで調べてみてください。はい、今日はね、ちょっとびっくりしたんで、思わずこんな動画作っちゃいました。へえ、やってみようっていうわけじゃないと思うんですけど、はい。まあ、そういうことらしいです。はい、ということでね、また何か面白いことあったら動画作っていきたいと思います。ということで、今日はフリーメイソンをご紹介してきました。はい、ということで、以上、マスオ TV でした。バーイ。こんな動画よく作ってます。皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。